さあ始まりました紫の星チャンネル。はいどうも、本日はですね、はい、J1 リーグ第32節、はい、コンサドーレ札幌対京都サンガ FC、うん、札幌の地やってきました。勝つね今日も。ということでね、はい、やってきました札幌、はい、現在ね、28日試合の日の、朝を迎えました。はい、この時期の札幌とはちょっと戦いたくなかったですけども、うん、まあそうですね、うん、お互いこう残留争いしてて札幌ももう今日負けられないということで、はい、まあまあある意味ね裏天王山って言いますか、うんうん、そういった位置づけの試合だと思うんですけども、はいはい、もう今日は京都もね、うん、負けられないです。うん、もちろん、はい、前節ねガンバさんと引き分けましたけれども、うん、まあ負けなかったっていうところもポジティブに捉えてですね、うんうん、今日もね、今日はね、しっかり、なんとしてでも、はい、札幌の地まで来たんで、はい、買って、美味しいジンギスカン食べて、はい、ビール飲んで、ビール飲んで、帰りたいなと思います。それでは、試合会場、行きましょう！行きましょう！勝ちましょう！どうも、ラファエル T シャツついに買いました。ラファエル T シャツ頼みます。視聴者の方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあやってみました。はい、サークルのコーナーでございます。はい、すごいよ皆さん、これドームですよ。ドームサッカースタジアムではなかなかない。はいはい、北海道コンサドーレ札幌ビクトリーランチボックス弁当を買いました。弁当、はい、スマカツです。いきます。はい、あげます。どうぞ。オープン。ドン。ドン。うわー。熱い。カレたっぷりや。カレたっぷり。カレがめっちゃ甘くて、はいはい、カツとマッチしてて、うん、美味しいですね。ここで両チームを応援I'm not
ということで結果終わりまして、はい、試合が終わりましたが、終わりました。結果はどうでした？0対2。乾杯。乾杯。あ、正直ちょっと内容がね悪すぎましたね。立ち上がり早々もすごいちょっと悪くて、はい、やっぱりちょっと相手にこう、うん、若干ペースを握られつつあるというか、そんな感じしました。そうですね。え、まあ3ね、ちょっと全体通してやっぱり今日は札幌さんの勢いにやられたかなと思いますし、うん、やっぱり3がね、うん、消極的なプレーもやっぱ多かったですし、うん、まあ、毎度毎度なんですけどボールをこう奪ったら、うん、こうディフェンスの背後をめがけて蹴るだけというか、うん、もっともう下で落ち着いてゆっくり下でこうパスを、ね、回して下からこうビルドアップしていけたらいいものの、すべてこうフリー、たとえフリーでボールを奪ったとしてもこうなんていうんですかね、うまくつなげずにこうディフェンスの背後を蹴ってしまう。で、まあ、今日は、ね、岡村選手と馬場選手、うん、あとはパク・ミンギ選手か、うん、まあ、いいセンターバックが、ね、3人やっぱ揃ってたんで、うん、なかなか全てボールを、ね、こう跳ね返されて、こう相手の裏を取ることがなかなかできなかった、うん、裏への蹴るパスもすごく精度がいいものではなくて、うん、やっぱりちょっともうクリアしやすいような、うん、ちょっとふんわりとした、ね、うん、ボールもやっぱ多かったんで、もっとねこう難しいですね。もっともっと下でね、もっとサイドをね使ってね、マイナス線とか、うん、ガンマ線とかもっと使えてたんですよ今まで、うんうん、サイドをね福田選手のこうオーバーラップとかね、うん、使えてたんですけど、それが今日はなかった、うん、まあ、相手が3バックで、3バックでしたね、3バックで、うん、まあ、ウイングバックもいて、そう下がってね、うんうん、まあ悪い時の3が出ちゃいましたね。そうですね。とりあえずなんちゃってロングボールが多かったような気がします、うんうん、はい、確かに、うん、いやちょっとね厳しいね、うん、ちょっと内容結果ともにちょっとひどすぎます、うんうん、ちょっとラファエルがね今日も抑えられてましたから、うん、やっぱこうラファエルが抑えられてた時のこの攻撃、うん、すごい課題ですね、うん、まあ、あとはハラス、ね、ガンバ戦の時も露呈してしまいましたけど、はいはい、ラファエル選手がいなくなってからと、うん、ね、まあ、攻撃うまくリズム作れなかったように、うん、今日もちょっとハラ選手もね若干抑えられ気味でしたから、うん、なかなかこうね今日はシュートまでね、いい形でこう持っていける、本当にもうドゥーリオの前半のポストと本当にこう数えるぐらいしかないかなって思いますし、うん、僕らね、さっきも話してたんですけど、はい、遠方のアウェー全然勝てないですね。勝てない。しっかりこうお金使ってきて、ね、トスも負けましたし、あ、トス負けたね、はい、新潟も負けましたし、確かに札幌も今日負けたんで、なかなかアウェーで勝ってる時もの方が多いはずなんですけど、うん、なんか今年は負けますね。遠方に弱い。遠方弱いですね。まあ、来月10月入るってことでね、うん、気持ち新たに、はいはい、うんうん、リーグは絶対残留、天皇杯はもう絶対優勝しましょう。決勝行ってね。決勝行って優勝して、うんうん、まあいい、今日がねいい負けって言えるように、そうですね、うん、これをきっかけにって言えるように、うんうんうん、また1からねスタートしましょう。スタートしましょう、はい、うん、僕らもまあ今日はね試合のことは忘れて忘れないですけど、はい、忘れて、まあ、ちょっと今日は飲んで、うん、また帰ります。帰りましょう。はい。ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録、Twitter、インスタもやってますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。